はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。ドキドキ文芸部プラスやっていきたいと思います。はい、いいですね、明るいなちょっとね、前回結構やばかったですけど、さあどうなりますか。ロードゲームということでセーブしているところから始めましょう。はい、いきますよ。頭の片隅では彼女のことを心配していた。サヨリの言ったこととモニカの言ったことを考えると、サヨリが俺を必要としているかもしれないのにほったらかしにしていて本当にいいのだろうかようやく思い出したか。お前、ちょっと前にあれでしょ、なんかユリさんがうちに来てなんか大変なことになったらどうしようみたいなこと言ってたろ。心配しろちゃんと。おお、サヨリ大丈夫かな。そう、でもゾンビ先生的にもそうなんだよ。サヨリを全員その3人蹴ってサヨリを選ぶんじゃなくて、ユリさんを選んでおいて、サヨリさんのことはもちろんね気になるから、やっぱちょっと家とか寄っといた方がいいよねみたいなことを確か言った気がするんだよね。だからまさにその通りの展開になるよこれから多分ね。俺はユリが来る前にサヨリの家に行くことにした。なんかすげえ家だな。門のとこだけ木だね。これあれかな、なんか裏口みたいな感じなのかな。事前に知らせず家に上がることは今までにも何度かあったので構わないだろう。まあな、どうなんだ、幼馴染と言っていいのかな、なんかそんな感じだよね。だからまあ当然あの向こうのご両親もよくご存知なんでしょう、おそらくね。さゆりの家に着きドアをノックして中に入る。さゆりとはずっと一緒に遊んでいたから、お互いの家には家族感覚で行き来し合っていた。ああ、そういうことね、そういうことね、大丈夫ね。やばい、女の子の年頃の女の子の家勝手に入っていったらねダメでしょう。家の中は静かだ。1階にはいないので、おそらく自分の部屋にいるのだろう。だが降りてきて挨拶してこないのはおかしい。俺は彼女の寝室に行き、やっとサヨリを見つけた。どうしたの、サヨリ。あ、カタロウ。彼女の部屋に腰を下ろす。サヨリは無理に笑顔を浮かべていて、いつもと様子が違うのは明らかだった。沈黙の時間が流れる。こうやってカタロウが来るのってすごく久しぶりだよね。そうか、めっちゃでかい牛のぬいぐるみあるねしかもその牛のなんか乳搾りみたいな感じのなんかすごいのあるけど、その前にはなんだあれ、紙くずが捨ててあるのかな。大丈夫か。ああ、言われてみればそうかも。本当に久しぶりだ。でもあまり変わっていないな。さゆりの部屋は相変わらず散らかっているやっぱ散らかってるんだ。そうそう、ベッドの下にもさ、なんかクリアファイルかな、なんか紙かなんかね捨ててあるよ。もう何年も前からぬいぐるみや壁の装飾もそのままだ。うふふ、カタロウがもっとうちに来てくれたらこんなに散らかることはないのにね。それはお前の代わりに俺が部屋を掃除してたからな。それで今日はいきなりどうしたの。今日はゆりちゃんと会うんじゃなかったっけ。え、待て、なんでそのことを知ってるんだ。前回の話し合いで決まった時、さゆりはすでに帰っていたはず。モニカちゃんが教えてくれたの。文化祭の準備のことで私に伝えておくのは普通のことでしょ。大丈夫、怖くね確かに。でもそういうお前はどうなんだよ。今日はモニカの手伝いをするんじゃろ。するんじゃろって言っちゃってするんだろ。もちろん、ネットで手伝ってるもん。ほーい、なるほど。なるほど、なるほど。ってことは、私が今邪魔をしてるということかな。だから、モニカちゃんと直接会う予定はないよ。じゃあ、会う予定があるのは、俺とユリだけか。そうそう。俺たちの間の静寂が、さらに濃くなった。サヨリの視線は、定まっていない。今回のサヨリはいつものサヨリらしくない。やっと、本題に入る。お前がどうしてるか気になってな。金曜日に帰った後からずっとだ。何かあるだろ、
俺に隠し事はできないぞ。お前のことはよく知ってるからな。それで、さよりは微笑み、首を振った。そんなのよくないよ、カタロ。え？今まで通りじゃダメなの？全部私のせい。どうしたの？どうしたの？やめてよ。私が弱って間違えた感情を出さなかったら、私がそんな間違いをしなかったら、カタロウは私のことなんて心配する必要もなかったのに。いや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 、心配をさせてくれな。長い付き合いだろ。おう、ここへ来ることもなかったのに。いや、いいじゃん、久しぶりにね、久しぶりに話せたからいいだろ。今私のことなんて考えてなかったはずなのに。どうしたの？どうしたのよ。でもこれが私への罰なんだよね。自分勝手だったことへの罰なんだ。だから世界がカタロウを今日ここに連れてきたのかもね。どうしたんすか、さゆりさん。どうしたんすか、何を言ってるんですか。世界は私を苦しめたがってるんだよ。うふふ。さゆり、俺はさゆりの肩をつかむ。一体何を言ってるんだよ。本当だよ本当だよ。怖い怖い。お前、自分で何を言ってるか分かってんのか。何かあっただろ。何にもないはずがないだろう。だからちゃんと言ってくれよ。それが分かんなくて、俺はお前のことで頭がいっぱいなんだよ。あのね、そうだな。さゆりは空っぽの笑顔を俺に向けた。いやー、ちょ、どうしたの。もう逃げ場なんてないんだね、カタロ。けどカタロは間違ってる。え、どうした。私は何も変わってない。私はずっとこんな感じだったんだ。カタロが知らなかっただけ。何がだ、さゆり。何のことなんだ。えへへ、カタロ、どうしても私に言わせる気なんだね。ちょっとやめてやめてやめて。え、やめてよ。でももう言うしかないか。あのね、私ずっと重いうつ病を患ってるの。おーい、さゆりさん。いやー、ゾンビ先生ほんと一回やったことあるからね、うつは。めちゃくちゃ辛いわ。いやいや、よくそんな明るく振る舞ってたね。いや、逆にすごいぜ。いや、無理無理無理。うん。知ってた？いや、そらカタロは知らねえだろ。いや、起きれないのか。どうして私が毎朝遅刻してたかわかる？ベッドから起き上がる理由が何にもないの。何の価値もない私がやることなんて何にもないの。いや、でもね、ほんとね、うつ病ってね、ひどいとね、いや、本当に何のやる気も起こんないんすよ。やばいっすよ、ほんと、うつ病。気をつけてください、もう皆さんも。不眠症とかね、うつ病の前兆ですからね。いや、本当にやばいよ。いや、もうこれね、さゆりさんが言ってることは、これもマジで、私もなった時ね、朝起きるじゃないですか。ていうか、まあ、不眠感覚なんで、寝た感じもしてないんですけど、寝た感じも全くしてなくて、でもまあ一応朝明るくなったら、まあ、家族が、まあ、あの起き上がったらって言ってくれるから起き上がるじゃないですか。でベッドに腰掛けるでしょ。そっから動かないからね。そっから動く気が全く起こらないのよ。でご飯食べたいとか何にもないし、でもトイレだけしゃあないから行くかなみたいな。でまた戻ってくるのよ。トイレ行って戻ってきてベッドに座る、終わりみたいな。いや、それでなんかね、まあ家族がさ、心配してさ、まあどっかちょっと散歩とかでも行こうかみたいなとか言ってくれるんだよね。で立ち上がるじゃないですか。立ち上がったら右に足を踏み出したらいいか、左に足を踏み出したらいいかが決められないのよ。やる気なさすぎて。やばいっすよ、ほんと。いや、さゆりさん。さゆりさん。なんで学校に行くの？なんで食べるの？なんで友達を作るの？
なんでどうしようもない私のために誰かが時間を費やすの。いやー、しかもさゆりさんあれなんだな、自罰的っていうか自分がくだらない存在だみたいなのがすごいんだな。そんな気分になるんだ。私ただみんなを幸せにしたい。誰からも気にかけられなくていい。てん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 、いや、カタロショックだ。何も反応することができない。誰よりもさゆりのことを知っていると思っていたのに、さゆりはずっと隠してたっていうのか。本当にさゆりはそこまで俺に気にかけられたくなかったというのか。いや、でも逆にすげえよこれ。明るくなかなかできないからね。なんでだよさより。え？なんで今まで教えてくれなかったんだよ。親友として裏切られた気分だ。いや、やめろやめろやめろ。あんま攻撃しない方がいい。いや、もうほんと鬱の時ってさ、めっちゃダメージきついから、きついこと言われたりとかしたら、もうできるだけ世界が平和じゃないと治らんよ。もっと早く分かってたら、お前を支えるために何でもしてやったのに。いやいや、まあまあ気持ちわかんだけどね。周りの人の気持ちもわかるけどさ。たとえ俺にできることがなかったとしても、お前の毎日が少しでも良くなるようにどんな小さな努力でもしたのに。そのための友達だろ。言ってくれればよかったんだ。カタロウは何もわかってないよ。なんで今まで言わなかったのかわかる？だってね、もし知ったら、カタロウは自分がしなきゃいけないことよりも私なんかのために無駄に努力しちゃうでしょ。私は構われたくないの。気を使われちゃうとなんだか切なくなってくるんだ。たまには心地よかったりもするけどね。でも同時に頭をバットで殴られたような気分になるんだ。うわー、そうなんだ。いやー、でもなんかなー、いや、すげえ、ま、やばい。もうちょっとね、今回は結構共感がやばいです、これはね。あはは。だから、カタロウには、他のみんなと友達になってほしかった。あー、そういうことで、みんなと仲良くしてるのがいいよ、みたいに言ってたんだ。いや、マジかー。みんなが幸せになるお手伝いが、私にとって、一番だから。でももう一つ気づいたことがあるんだ。カタロウが他のみんなと仲良くしているのを見ると、心がまるで槍に突かれたように痛くなるの。うわー、きつい、厳しい。だからそういうことなの。この世界は私を苦しめるためにあるの。どの道を進んでも傷つくだけ。何も分かってないって言ったけど、その通りだな。さより、俺にはお前の気持ちが全く分からない。でも、分からなくてもいいんだ。お前の苦しみを止められるなら、どんな方法だって。いや、そうね、そうね。いや、それ本人も一番思ってんだけどさ。うつ病ってこれ、なんかね、どうしようもないんだよね、ある意味ね。俺はどんなことでもやるよ。違うよカタロ、そんなのない、何もないんだよ。いつも通りに一緒に過ごせればそれでよかったんだ。でも私が自分勝手なせいでどれほどひどい人間なのかバレちゃったから。涙がさよりの方を伝う。いやー、もうこれつらい。いや、なんとかしねえ、なってほしいな。私が自分勝手だったからカタロウを文芸部に入部させたの。だから罰として自分でも理解できない心の痛みを負ったの。いやいや、さよりさん、それは違うん、それはやっぱりさ、カタロウのことが好きだったんじゃないか。うん、今度はここに来たカタロウの心も傷つけてしまった。私は弱くてわがままなんだ。それが私だから、私はその罰を受け入れるの。だって全部自業自得だから。
考えるより先に俺はさゆりの肩を強く掴んだ。そして彼女を強く抱きしめる。カタロ、さゆり、お前が自分勝手でも何でもいい、文芸部に入部するよう説得してくれて本当に良かったって俺は思ってるんだ。毎日お前と会えるんだ、それだけで十分価値がある。もし他のみんなと仲良くなれるならそれはそれで嬉しいけど、お前が思っている以上に俺はお前を本当に大切に思っているんだ。それだけは分かってほしい。カタロウさん、そう、カタロウさんになっちゃった。カタロウさん呼びになっちゃった。さゆりは抱きしめ返してはくれなかった。俺の腕はさゆりを包み込んでいるのに、さゆりの腕はだらりと下がったままだ。いやー、でもな、うつ病だからさ、しょうがないんじゃない、それは。いや、本人の努力とかさ、なんかそういう問題じゃないからね。さゆりは俺の耳元で泣いている。いいえ、こんなことしないで、お願いだから、カタロ、私は。さゆりはすり泣いてほとんど喋らない。俺が今していることは正しいことなのだろうか。でもただ大切に思っていることを彼女に知ってもらいたい。もしお前が自分をわがままだって言うなら、俺にもわがままを言わせてくれよ。どうすればお前を救えるのか、絶対にその答えを見つけ出してやる。そんな気持ち俺が消し去ってやる。だから俺にしてほしいことがあるなら必ず言ってくれ。もし言わなかったら怒るぞ。いやー、こういうの良くないよねこういうの良くないよ。怒っちゃダメだよね。いやー、しかも言えないんだって。ほんとね、うつ病の時ってほんと落ちてるからね。そのなんかね、なんだろう、例えばさ、そのなんか思ったとするじゃん、こうしてほしいなとかさ、思ったとするじゃん。でもね、もう嫌な予感ばっかりするんだよね。だからなんかそれを言ったら嫌われちゃうんじゃないかとか、なんかそう言ってくれてるけど結局言ったらなんか言うこと聞いてくんねえんじゃねえかとか、なんかね、もう嫌な想像ばっかりしちゃうっていう多分病気なんだよ。だからほんと難しい。いや、もう周りも難しいと思うもん。いや、もう自分なってさ、何言って、もう自分も辛かったけど、周りの人たちほんと大変だったろうなって今となって思うもん。だってどうしていいか分かんないもんね。だって元気出してとかさ言いたいじゃん。で、一緒にどっか遊びに行こうよとかさ、こうしたら楽しいんじゃないとか言いたいよね。いや、わかるよ。自分だって言いたいもん、多分。あの、目の前で人が元気なかったらさ。でもさ、それが、全部、なんていうかな、こう、曲がって伝わったりとか、するんだよね。いや、ほんと怖い病気なんだ、だから。ねえ。私、わからない。わからない。結構よ。静かにさゆりは俺に腕を回し返す。お、どうだろう、よかったかな。何もわからないの、全部すごく怖いの。自分の気持ちがわからないよ、カタロ。いや、めっちゃわかる。いや、もうやばい、うつ病はめっちゃわかる。ほんとなったからさ。あー、いや、これほんとそうなんだよ。自分の頭で考えてんのに自分がわかんないのよ。怖い病気だよ、ほんと。だから人間、いや、もしかしたら他に動物とかもなんのかもしれないけど、いや、人間だからこその苦しみみたいなとこあると思う、多分。だからすごいさ、自分で考えちゃうじゃん、自分の病気のこととか、自分の状態のこととか、自分が何考えてんだろうって考えるじゃん。それがね、効かないっていうかね、それが本当かわかんないみたいな状態なんだよね。感じられるのは痛みだけなんだ。でも、カタロ、すごくあったかい。いやー、少しでも癒しになったらいいな。でも、それもすごく怖い。いやー、ほんと。いや、すごいわ、これ。いや、もうこのね、作者の方っていうか、作られた方、うつ病、ほんとちゃんとわかってるね、多分。さゆりは、俺を話す。彼女に習い、俺も話した。明日は文化祭だな。よし。楽しくなるよな。そうね。文化祭の日、俺と一緒に一日過ごすのはどうだ？その、
俺がそうしたいんだ。急がないから。それならいいと思う。うん。さよりは涙を拭う。ずっとここにいられたらいいのに。よりによって今日は他の予定があるんだよな。キャンセルしよう。やめて。お願い。やめて。そんなことしたら私本当に許さない。だが、いやそうそう、さすがにねっていうのあるけどね。そろそろうちでユリと会う時間なんだ。せめて一緒に来て手伝ってくれないか。きっと楽しいぞ。いやーどうかな。さよりは首を振った。ごめんなさい。今日は楽しく過ごせるかわからないんだ。そう、あのね、急なスケジュールとかもう最悪なの、嫌なの。うん、いきなり何か起こるとか、知らない人来るとか、めっちゃ辛いんすよ。無理っすね。分かってくれるよね。ああ、その完璧に理解するのは難しいが、理解しようとはしてるんだ。いいんだよ、あんまり心配しないで。また明日ね。分かった、楽しみにしてるよ。いやー、これね、いやもうマジできついっすからね、うつ病は本当ね。うん、だからさっきも言ったんですけど、ちょっとね、あの睡眠不足とかから結構不眠症になって、そっからとかありますし、あの仕事過労とかもあるし、まあね、ハラスメントの加害みたいな、そのすごいひどいこと言われ続けてみたいなことがトリガーになることもあるから、ほんと皆さん気をつけてくださいね。ね、もうね、そういう状況になったらね、もうそんなうつ病とかになる前にね、やっぱりあの抜け出さないといけないです。はい、ね、ゾン100ですよ。ゾンビになるまでにしたい100のことね。まさにあれも、多分アキラって主人公はもううつ病寸前だったと思うんだけど、ゾンビがね、現れたことによってそこから解放されるっていう話なんだけど、まあ、現実はちょっとゾンビ現れないから、すいません、ゾンビ先生がそういうこと言うのもあれだけど、ね。でももういち早くね、そういうもう、やばいところから抜け出してくださいよね、皆さんね。ほんとね。はい、気をつけてください。もう楽しく行きましょう、みんなでね。心身の健康が第一よ。ね。はい。さよりも元気になってくれたらいいな、ほんと。さよりに別れを告げ、家を出る。帰り道、まだ心は落ち着かない。あと少ししたらユリがやってくるのに、この件について考え続けるのは大変だ。さよりの言う通りなのかもしれない。あまり心配しすぎない方がいい。明日はきっと楽しい一日になるだろう。まあね、ドラスティックに変わるわけではないからな。だから、今は明日の準備に集中して取り組もう。いやー、切り替えれる？家に近づいた俺は、そこで見たものに一瞬ドキリとする。どうした？ユリ？あー、私服だからって感じ？ユリ。あのね、よかった。早かったな。留守にしててすまなかった。待たせてしまったか？いいえ、私も着いたばかりです。インターホンを押しても誰も出ないから少し焦りましたけれど。メールでも送ってくれればよかったのに。早めに来るのが分かってたらもっと早く帰ってきてたぞ。あ、確かに。なぜか思いつきませんでした。それが普通のことだと思うが、気にしないことにした。どういうこと？メールしろよって。とにかく中に入ろうか。いろいろとたくさん持ってきたみたいだな。ああ、頼んだもの全部買っていただけましたか？ああ、多分。間違えてなければいいけど。きっと大丈夫ですよ。おお、片付いてんな、カタロウの部屋。男子高校生の部屋なんかむっちゃ、もうしっちゃかめっちゃかかと思ってたけど。俺はユリを部屋に招き入れた。家に入るなり、ユリが物珍しそうに周りを見渡したので、こちらも緊張する。まあ男の子の部屋とかな。まあ兄弟とかいたらあれだけどね。兄弟いなかったらね。綺麗ですね。めっちゃ掃除したんじゃない？頑張って。そうだな。ユリが来る前に掃除をしておいたからな。そうそう、やばいものとかも隠しといたから。ほんと。気を使って
くださったのですね。ああ、いや、汚いままの部屋にユリを入れるのは恥ずかしかったしな。そうだよね。でも、お掃除は好きなので、私も喜んでお手伝いしましたのに。いやいや、違うんだよ、違うんだよ。そうじゃないんだ。ユリさん、分かって。ユリさん、分かって。ユリさんに見られたら困るものもあるかもしれないから。そしたらもっと恥ずかしいだろ。そうだろ。あ、そこは見るんじゃない。勝手にいじるな。机の引き出しを開けようとしていたユリの手首を掴んだ。ごめんなさい。なぜか無意識に開けようとしてて。それもどうかと思うよ、ユリさん。ぼーっとしてたみたいです。なんかあれか、ふらっとなんか開けようとしちゃったんだね。あ、いいよいいよ。俺はユリの手首を離した。それ以上勝手をしないようにと、ユリは両手を膝の上にぎゅっと置いた。手癖悪いんかよ。全自動で動いちゃうのもなんか。それじゃあ、そろそろ始めようか。あ、はい。いくつか作りたいものを考えてきたので、それを一緒に作っていただきたいです。飾り付けや部屋の雰囲気を作り出すもの。部屋の雰囲気を作る？そう、雰囲気大好きですからって言ってましたかもね。そう。間接照明やアロマキャンドルなど、おお、そっちか。雰囲気あるな、確かに。え、すごいな。そこまで本格的にやるとは思わなかったよ。ゾンビ先生も、なんか、髪の輪の飾りとかさ、なんか、そういう感じかなと思ってたけど、アロマキャンドルか。やりますよ。お客さんを遠いどこかへと、誘いたいんです。すごいですね。空間プロデューサーですね。ほとんどは、好奇心で覗きに来る人や、カップケーキが欲しい人でしょう。けれど、私は、もっと聞きたいと思わせるような体験を提供したいんです。すごいなあ、プロだなあ。そうそう、でもね、これはもう観光振興とかイベントで大事なことだよね。まずこう食べ物とかグッズとかさ、こうみんな、あ、とりあえずまず欲しいなって思うもので来てもらって、で来てもらった時にこう素晴らしい体験をね提供して、で、あ、よかったなって、やっぱ来てよかった。最初カップケーキ食べたいって思って来たけど、文芸っていいもんだなみたいなね。それ正解ですよ、ゆりさんね。いいじゃないか。お前が結構熱心になるタイプだって忘れてたよ。熱心？いい、褒めてんだよ。褒めてんだよ。それが一番しっくりくるいいことかな？それって悪いことですか？いやいや、いいことじゃん。いや、全く。むしろそういうところが俺はいいと思うぞ。ああ、ゾンビ先生もいいと思うよ。やっぱ熱中するって大事よ。そうですか？それを聞いて。安心しました。それにちょっと嬉しくも思います。いやー、ゆりさんはなんかどんどん健全になっている感じでいいですね。最初ね、超引っ込み思案だったけど、だんだんなんか語ろうと話してるうちに明るくなってきて、積極性も出てきてね、いいことだよ。さよりさんが心配なんだよな、ほんと。そうそう、そんなに緊張しなくていいんだ。そう、謝らなくてもいいんだよ。少しはリラックスしなよ。リラックスといえば、リラックス効果のあるものを持ってきたんです。何ですか？何ですか？ヨギボーですか？ヨギボーのクッション欲しいよね。出し物で使おうと思いまして。どういうもの？そうですね。ユリは自分のカバンを漁る。そこからキャンドルを数本と木製の筒型オブジェを取り出した。おお、アロマですか？ここに来る前に買い物をしてきたので、カバンに入れておいたんです。部屋の窓を黒い紙で覆って、キャンドルで明かりをつけようと思いまして。いいですね。ちょっと儀式感出てくるけど。ちょっと儀式感出てきちゃうけどね。ゾンビ先生を魔界から召喚するみたいな感じになるけど。そしたら、とても綺麗だと思いませんか？いや、綺麗だと思いますよ。あとあれだよね、ろうそくのね、ろうそくとかのキャンドルの光ってなんかこう、ずっと見つめてたくなるよね。見つめてるとリラックスするっていうかさ、焚き火もそうだけどね。火ってそうだよね。ああ、すごく良さそうだな。でも、この木のやつはなんだ？あ、これですか？アロマオイルのディフューザーですよ。アロマについてご存知ですか？
香りですよね。違うかな。全くわからん。あら、そんな感じなんですね。そんな感じなんすよ。良い雰囲気を作り出すのにすごく役立つんですよ。香りですよね。違いますか。選んだオイルやハーブによってムードそのものを変えることだってできてしまうんです。全身に浸透していくようにも感じられますよ。やばいですね、それは。リラックス、ポジティブさ、ロマンス、内省、まるで魔法のように。まあ、詩を書くのにも良さそうですな。ということは、ユリは筒を取るとそこのスイッチをつけた。次の瞬間、てっぺんの小さな穴から蒸気が細長く吹き出始めた。ねえ、いやー、アロマとかな、どうだろう、研究室で炊いたらいいかな。おお、すごくいい匂いがするな。これはどんなムードのための香りなんだ。これはジャスミンの精油です。少し甘くて花のような香りがするでしょ。ジャスミンってなんだろう、リラックス効果かな。ジャスミンティーもいいもんね。ああ、そんな感じがするな。そうそう、ね、安眠にもいいんだよね。このジャスミンの香りとか、ラベンダーの香りとかね、いいんじゃない。ちょ、今の適当ですよ。今の適当ですよ。アロマに詳しい人に聞いてください。出し物のために、リラックス以上の効果がある、ジャスミンを選びました。ジャスミンには、気持ちを高めて、全身に伝わせる効果があります。気持ち高ぶってるけど大丈夫かな。リラックスじゃないの。体が温かくなってドキドキするようになるんです。まあ、ドキドキ文芸部だからね。詩を読み聞かせるにはぴったりだと思いませんか。まあ確かにな、落ち着いてるだけじゃなくて、こうなんていうかな、あ、いいもの聞いてるなみたいな感じの方がいいかもしれないね。確かにちょうど良さそうだ。それにユリはかなり詳しいみたいだから、ユリの考えを信用するよ。ユリは楽しんでいる様子で穏やかに笑った。またカバンに手を入れると、今度は細いリボンを何巻か取り出した。リボン、それ、うん、今同じこと思った。それは何に使うんだ。今度は頼んでいた折り紙は買っていただけましたか。ああ、ここにあるぞ。この折り紙は折るんじゃなくて、一枚一枚違う言葉を書いていこうと思いまして。虐殺とかですか。ゆりさんの好きな言葉書いた、結構やばいことになりますけどね。大丈夫ですか。それを100枚ほど作ろうと思います。おお、あ、そう、何に使うんだ。まずはリボンを一定の長さに切って、教室の入り口に垂らしてから、この折り紙をリボンにつけてカーテンを作ろうと思ったんです。ほう、詩のカーテンですか。綺麗だと思いませんか。まあ、ちょっといまいちイメージが湧かないですけどね。いまいちどうなるのか、ちょっとゾンビ先生にはよくわからないな、そういうユリプロデューサーの考えが。通りすがりの人たちの目にも留まりますし、中を覗いてくれる人がいるかもしれません。まあまあ、それそうね。すごくいいアイデアだな。大丈夫か、カタロウ乗って大丈夫か。そのなんか呪いの言葉みたいのいっぱい書いたすだれが出来上がらないか。大丈夫か。ユリがこういうことが得意だったなんて知らなかったよ。そうでしょうか。あなたが言ったように熱心になりやすいみたいですね。ふふ。ユリは頬をあからめて笑った。いいな、明るくなってきてよかった。ユリさん、ほんとよかったわ。さより、俺の気のせいかもしれないが、もしかしてユリは二人きりの方がリラックスできるのだろうか。まあまあね、私服っていうこともあるかもしれないしね。それとも自分の喜びを誰かと共有することを楽しんでいるのだろうか。そうだよね、制服でしか見てない人の私服って見るとなんか新鮮な気するよね。そうそう、この間あれだよ、ゾンビ先生のね、中の人はね、 e スポーツの授業をやってるんだけど、その情報学部っていう建物のさ、 e スポーツアリーナっていうところで授業やってて、で土曜なんだよね。
で、土曜で、で、たまにね、職員さんがね、休みの時に、ちょっと、お願いしなきゃいけないことがあって、来てもらったりする時があるんだけど、その時さ、普段めっちゃきっちりね、スーツ着ておられる方なんだけど、だからスーツ姿しか見たことなかったんだ。でも、めっちゃ普通の T シャツとジーパンで来てね、驚いたね。なんか、いや、顔はもちろん全く同じ人なんだけど、全然違う人みたいに見えたもんね。マーカーをどうぞ。カタロウさん、あれですか、虐殺って書けばいいんですか。ねえ、ゆりさん、好きな言葉を書いていいですからね。そうですか、チャーシュー麺とか書こうかな。リボンを切り終わったら私も手伝います。ああ、わかった。俺たちは床に座って作業に取り掛かった。俺は俺は下手くそな字をなんとかごまかしながら一枚ずつ慎重に言葉を書いていく。イーガーコーテルとか書きたい。餃子の王将のね、餃子の王将のあの餃子一人前イーガーコーテルでしょ。ユリは赤いリボンを適切な長さまで伸ばす。そしてカバンの中に再び手を入れると、中からポケットナイフを取り出した。お、そんなの持ってんの？え？変に綺麗なナイフだ。銀製の柄には複雑な模様が彫刻されていた。刀の刃の部分はほのかな青色に輝いている。すっげえかっこいい。普通のポケットナイフじゃないな。すごく凝ってる。つまり。ユリは恥ずかしそうに目をそらした。どうしたの？なんかペーパーナイフみたいなやつかな。それは？きっと引くと思います。ユリ、何があっても偏見を持ったりしないよ。みんな人それぞれだろ。絶対引かないって約束してくれましたら。あ、約束するよ。わかりました。実は私、ナイフが好きなんです。あー、そうか。あ、それで変わった趣味を持ってる人を阻害するなみたいな話結構共感してたのかな。とても綺麗で。まあ、別に悪いことじゃないと思うけどね。好きで好きでしょうがないんです。まあ、いいんじゃないの、別にね、ナイフコレクター。なぜかはわかりませんが。職人技と危険な雰囲気の組み合わせでしょうか。いや、全然いいじゃん。だって、刀剣乱舞ね、好きな方がさ、刀大好きとか、普通にあるもん、別にいいじゃん。キャンプ用品好きな人がね、ポケットナイフとか、十徳ナイフとか、集めてたりするかもしんねえよ。私は、何を言ってるんでしょう。いや、いいじゃん、いいじゃん。変だって思わないでください。笑ってるじゃないですか。いや、そのことを笑ってるんじゃないぞ。すごく緊張して、口に出てたからさ。その面白い趣味だと思うよ。それになんだか似合ってる。似合う？ああ、熱心だなって。それにかっこいいナイフだってのもわかるしさ。そう思いますか？ユリはやっと表情を緩めた。持ってみますか？ああ、もちろん。ユリはナイフの柄をこっちに向け、慎重に俺に渡した。俺はそれを受け取り、手の中で回す。しっかりとしていて、結構重い。高いんじゃないの？お高いんじゃありません？こういうの。こんなナイフ、どこで手に入れたんだ？ナイフの鋭さがつい気になり、俺は人差し指でナイフの先端を触った。切っちゃったか。カタロウさん、なぜそんなことをしたんですか？こんなに鋭いとは思わなかった。ほんの少し触れただけなのに。私のせいで。気をつけるように言うべきでした。めっちゃ研いでんのかな。このナイフは非常に鋭くて、肌でさえ紙のように切れてしまうんです。どうして？一滴の血が俺の指から滴る。ユリは俺の手を取り、間近で傷を観察している。なるほど。ユリはじっと傷を見つめ、そわそわした仕草を見せた。血が苦手なら今すぐ洗い流してくれよ。あ、何の前触れもなく、ユリは
俺の指をくわえ、そのまま傷を舐めた。やばいな、おい。やばいな、おい。彼女の指が、あ、違う違う、彼女の舌が指にまとわりつくのを感じる。やば。え、大丈夫っすか？驚愕し、俺は反射的に手を引っ込める。え、それは何？あれ？あの、傷が可能してはいけませんから、ちょっと舐めときましょうみたいな、そういう話ですか？え、あ、ごめんなさい。私、つい、私は。ユリは赤面しながらうつむいた。これはドキドキ展開ってことでいいのかな？おう、藤村くん。これは僕はドキドキ展開ってことでいいのかな？どうなんだろう？ユリ。人生で一番恥ずかしいことをしました。どうしてあんなことを。ごめんなさい。ごめんなさい。ああ。確かにちょっと変だったかもしれないし、びっくりもした。でもユリは、俺の役に立とうとしてただけだしな。ユリ、少し気にしすぎだと思うぞ。ユリは、顔を上げない。お、真っ赤になってるわ、顔。すごいな。もし彼女がずっとこのまま立ち直れずにいたら？よし、それじゃ。バカみたいなことかもしれないが、俺はとにかくやる。俺はユリの手を取って人差し指をお返しに舐めた。語ろう。何してんだよ。何なんかこの展開を利用して、ダメでしょ。語ろさん、そうだよ。今のは一体。これで終わり子だな。なんかちょっと我欲を感じるぜ。ユリ、てんてんてん。ユリは、俺のことを変な目で見つめる。あはは、あははじゃねえんだよ。やっぱり、するんじゃなかったか。ジャスミンの甘い香りがなければ、きっと重苦しい空気になっていただろう。ああ、まあそうか、香りがあるって、そういう意味では、いいかもね。なんか二人ともがこう共通の感覚を持ってるっていうのはいいかもしれないね。本当に変な人ですね、カタロウさんは。ユリは恥ずかしそうにクスクス笑った。え？ユリが俺を変って言ったのか？返す言葉がない。まあ、そこはどこですか？なくても多分大丈夫だ。小さい切り傷だし。ほら、血ももう止まってる。そうですか。安心しました。すぐに雰囲気は元通りになった。よかったな。よかったよかった。俺たちはそれぞれの作業を再開した。ユリのナイフがリボンを空気のように切っていく様子を眺める。そんな切れ味いいナイフってすごいね。眺めながら紙の作業も進めた。いや、どうなるかな。ユリさんはね、なんかいい感じにちょっとなってきたかなと思ったけど、紙をリボンにつけ終わったところで全部横に並べてみた。想像以上の出来だ。これならカーテンとしての効果は絶大だろう。いい感じになったな。よくこんなことを思いつくな、ユリ。ありがとうございます。たまたまネットで見ただけですから。あ、そうなんだ。それ情報収集してたんだね。それでは、次の作業に取り掛かりましょうか。あ、そうしよう。何をするんだ？横断幕を作りたいんです。まあ、これモニカも言ってたからね、横断幕ね。絵の具セットをお願いしたのは、そのためです。ああ、なるほどな。ユリに頼まれていた買い物の一つは、水彩絵の具セットだ。水彩絵の具、懐かしいな。学校でやったよね。あの、絵の具のさ、なんか、なんだっけ、水溜めといてさ、ね、水使うじゃん。筆洗うやつ。で、あの、絵の具の水、ものすごい色になってくんだよね、最後ね。なんか、すごい思い出したわ。それぞれの絵の具を入れるために、お水が6つ必要ですね。持ってきていただいてもいいですか？もちろんだよ。水6杯だな。すぐに取ってくるよ。ありがとうございます。あのマストって出るの何なんだろうね。あ、水は少量で結構です。水が多すぎると薄くなってしまうので。いやー、ゾンビ先生、美術的な素養がねありませんでね。いや、ほんと尊敬するよ。絵の具とかで絵描ける人とかさ、絵を描ける人に尊敬する。ほんと、ユリのアドバイスを受けて、俺は普通のカップより小さめの洗面所用のカップを使うことにした。
作業中に垂れる絵の具を受け止められるようにカップをトレイに乗せて部屋に戻った。幽霊？はい。部屋に入るとまくった袖を素早く元に戻すユリの姿が見えた。袖をまくってたの？あれ、何か、なんだか顔が赤いぞ。ここ暑すぎるか？いや、そうそうそうね、袖まくるって言ったから暑いのかなと思った。あ、いえ、そんなことはありません。なんともありませんから。絵の具を混ぜましょうか。ユリは俺の疑問をすげなくかわすと、自ら絵の具を取り出してカップに入れ始めた。いや、結構ね、こう男女って体温の感じ方が割と違ったりとかしてさ、いや気づかないんだよね。いや、もうほんといつも申し訳なく思うんだけど、いやなんかさ、自分は暑いなとか思っててもさ、意外とね、相手寒かったりとかするときあってね、ちゃんとね聞かないといけない、こういうのね。それでシンプルで見栄えがいいものを作ろうと思います。まずは背景をグラデーションにしたいですね。なかなかいきなりカロリーの高そうなこと言いますね。なるほど。日の出の色から始めて、日中、夕日、夜といったように。それが乾いたら、心に響く名言を大きく書きます。何ですか？人間だものみたいなやつ。違うから。そしてそれを教室の正面の教卓の後ろに飾るんです。あ、いいね、いいね、いいと思うよ。面白そうだな。どんな名言を書くんだ？そう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 、気になるよ。見てからのお楽しみです。虐殺か。いやだな、エントロピーかな。エントロピーかな。ユリは俺ににっこり笑顔を向けた。そうか。横断幕を広げ、お互いの邪魔にならないように両端に分かれて膝をつく。ユリは筆で色の点をいくつか置いて着色の目印を作った。なんだか小学校を思い出すな。横断幕に絵の具で色を塗るなんて、まるで図工の時間みたいだ。いや本当だよね、図工あったな。心が落ち着く。ああ、子供っぽいことをさせてごめんなさい。違う違う違う、そういう意味で言ったんじゃないから。ユリスさん、ちょっと難しいな。ねえ、そうそうそう、同じこと言ってる。カンタロウ、いや、そういう意味じゃない。むしろ楽しいと思わないが。そうですけど、楽しいです。あなたも同じでよかったです。ユリは色を塗る手を少し止めて考え込んでいる。私にとって楽しいことって外に出て思い切り遊ぶことではないんです。むしろほとんどの場合はそうしたくないんです。誰かと二人だけで過ごすのが好きで、たとえ一緒にすることが読書やそんな単純なことでも、あまり喋らなくたっていいんです。あー、ゆりさんもちょっと気持ちわかるな。ゾンビ先生、あんまね、たくさんの人とこう同時にやりとりしたりなんか話したりするのってあんま得意じゃないんだよね。なんかね、どうせだったらやっぱ一対一でね、会話したいなっていうのあるよね。隣に友達が一人いてくれるだけで少し嬉しくなれるんです。それだけで私は十分幸せなんだと思います。そうなのですね。たまに敬語になるのいいよな。そうなのですね。俺とユリは結構性格が違うが、言ってることはわかる気がする。俺もアニメやゲームのことになると誰かと体験を共有するだけで楽しくなれる。多分俺もそうだ。ユリは微笑んだ。きっと分かっていただけると思ってました。いや、じゃあユリさんもさ、ファーストガンダムから見てくれる？ガンダム。共有してくれる？銀河英雄伝説のあの昔の方のむちゃくちゃ長いやつ全部見てくれる？どう？まあ好きそうだけどね、結構。ユリは横断幕の上から身を乗り出して、まだ使っていない筆を手に取った。だが俺も同時に動いたことで、俺たちは頭からぶつかってしまった。キャ？ごめんなさい。ユリは後ずさりし、俺は驚いて両手を挙げた。痛かったか？いえ、痛くはありません。びっくりしただけです。ごめんなさい。代わりに取っていただくようにお願いするべきでした。ユリのせいじゃないよ。
あ、ユリ、顔が。ああ、ユリの顔と首に絵の具が飛び散っている。私の顔に何かついてますか？ああ、間違って絵の具をかけてしまった。すまん、完全に俺のせいだ。すぐタオルを取ってくれ。俺は走って部屋を出て、小さめのタオルを取ると、お湯で濡らした。部屋に戻り、ユリの前で膝をつく。おわー、来た、一枚絵来たー、すげー。ほら、タオルでユリの顔と首を拭いていく。あ、いやいやいや、もうドキドキじゃん。おい、さゆりのこと忘れてねえだろうな。ほんと、どうかしたのか。暑いとは思わなかったので。悪い、冷水は使いたくなかったんだ。拭き終わって俺は手を引こうとした。だがユリが突然俺の手首を掴んだ。待って。え？もう少しこのまま。やばいやばいやばい、これはやばい。とても心地いいんです。ああ、ユリの首の横に手を添えたままにする。ユリが俺の目を見つめる。いや、もうこれドキドキじゃん。本を読む時のような真剣な顔。自分の思考に包み込まれてぼんやりとしているようだ。唇を少しだけ開いてゆっくりと呼吸している。一体何が起きてるんだ。この目の回るような感覚もジャスミンの影響なのか。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかやばい香りなんじゃないのこれ。ジャスミンに見せかけてさ、なんかやばいやばい。ユリの柔らかい指が俺の手首に絡みついて腕がうずく。それに顔もさっきより近くなってきている気がする。はあ、ユリはゆっくり身を引いた。ごめんなさい、今日はなんだか頭がふわふわするんです。ぼーっとするつもりはなかったのですが。いいんだ。おーおー、怖い、ドキドキした。なんかこのひとときも一瞬で終わってしまった。ユリは再び筆を手に取った。だが集中できないようで、動きがさっきよりもぎこちない。いや、そらそうだろう。今の出来事を無視するように強いられ、俺は無言のままでいる。俺はしぶしぶ筆を取り、ユリに習って色塗りを再開した。はい、塗りましょう、塗りましょうね。いいのできましたか。まあこんなもんだな。横断幕に描かれた夜空を星に見立てた白い点でいっぱいにした。全体を見渡すとすごく綺麗で自然だ。予想以上の出来だと思います。綺麗に仕上がって本当に嬉しいです。まあよかったよ、一人じゃなくて一人でやるの大変だろう。あ、俺もだ。そろそろ文字を書き始めるか。あ、まだです。乾かさないといけないじゃない。そうだよね、まだ絵の具が乾ききっていないので。確かにそうだが、待ってたら時間がかからないか。いやいや、時間かかるけど、だって乾いてないのにさ、上から書いたら滲むだろ。一晩ここで乾かして朝に持ってきていただいた方がいいかもしれません。文字は文化祭が始まる前に教室で書けますし。おお、ギリギリだね。まあライブペインティングという手もあるよな。みんなが見ている前で書くというね。お願いしてもいいですか。構わないよ。よかった、そういうことならこれでやることは全て終わりましたね。うう、あはは、終わって嬉しいみたいなため息ですね。違う、そうじゃないんだよ。そうじゃないんだよ。疲れたでしょ。少しは楽しんでいると思っていましたが、違いましたか。違う、楽しいのと疲れるのは両方両立可能だから。楽しかったけど、ふーって一息ついただけだから。あ、いや、そうじゃない。無事に全部済ませることができてよかったなって思ってさ。なるほど、私もそう思います。ちょっと時間が気になっていたので、早く夕飯を作らないと。何、作ってくれるの。あ、お家に帰らないとってことですか。ああ、もう帰らないといけないのか。そうだよね、そう思うよね。内心終わった後も時間が取れることを期待していたが、
ユリは考える。これ以上待ってるのも無責任かもしれないので。どういうこと？ごめんなさい。私ももう少し時間が欲しかったのですが。多分俺のせいだな。仕事がのろくてすまなかったな。いえ、あなたのせいではありません。それに大事なのは時間内に全部終えられたことでしょ。いや、ユリさんになんか慰められるっていうのもね。よし。だから私もがっかりする必要はないはずなのに。荷物をまとめるユリがちょっとシュンとしたように見える。気持ちはわかる。こうやって落ち着ける環境で友達と過ごすことはめったにないのだろう。いやー、なんかわかんな。小学校とか中学校とか高校とかね、なんか友達の家から帰りたくない的な感じの時あったよね。これが最後とは限らないのに。帰るんですか？おう、帰り支度を済ませたユリを外まで見送りに出た。今日はお手伝いしていただいてありがとうございました。いいよ、俺も役に立ててよかったよ。明日必要なものが他にもあればまた連絡してくれよ。はい、それでは。ユリはそわそわしている。また明日ですね。待って。ほぼ考えなしに俺は言った。今日のことなんだが、今日時間が足りなかったとしても大丈夫だ。またいつでもできるだろ。いつでも遊びに来ていいし、どっか出かけたりしても。あ、そっか、出かけるのはあまり好きじゃなかったんだよな。俺が言葉に詰まっているとユリははにかんだ。じゃあ俺の言いたいことはわかるだろ。その本当に思いやりのある方なんですね、カタロウさんは。ユリは一歩俺に近づくと俺の手をそっと握った。いや、もうドキドキでしょこんなの。おい、近づいてきた、近づいてきた。やばい。そんなところが好きです。はい、もうエンディングでしょこれで。これだってゴールじゃん。これゴールでしょ。一体どういう反応すればいいんだ。返す言葉が出る前にユリが突然後ろに引いた。めっちゃ引いた。さよりちゃん。ユリ、さよりちゃん。え、うーわ、さより、あー、やっほー、カタロ、さより、最悪だよ今の。うふふ、いいんだよカタロ、ただ挨拶しに来ただけだから。その会えてよかったです。でもごめんなさい、私今から帰るところなので。そうなの？残念ね。そうね、でも明日の文化祭ではみんなで会えるから。それでいいですか？もちろん。さよりは目を輝かせる。怖え。だから、また明日。うわぁ、残された。あからさまに恥ずかしげな様子で、ユリは足早に立ち去った。足早っていうか、すげえ早かったけどね。さよりは、彼女に向けて、手を振っている。ちょっと待って、これはやばいだろ。さよりー、今日は来ないって言ってたじゃないか。これはダメだろ。この反応はダメだろ。なんだよ、来なかったらやっていいのか。おかしいだろ。ダメでしょ。さより、ああ、それは部屋にいようとしたんだけど、私の想像力がすごく意地悪をしてきたの。いや、もう鬱なのにさ、出てきてさ、余計ショックなもん見せつけられていて、もう。だからここに来て自分の目で見たくなっちゃった。見るって何よ、何のこと。そう、ゆりちゃんとどんなに楽しそうにしてるかを。これはやばいですよ。そして
どんなに距離が縮まったかを。私、すごく嬉しいんだ。カタロウにいい友達ができて、私にとってそれが大事なことだから。サヨリの方に涙が伝う。ちょっと、やめてあげてよ。それが一番大事なことなの。なのにさ、なんで私こんな気持ちなの、カタロウ。私、カタロウのことを思って嬉しいはずなのに、なんでこんな心臓が真っ二つに裂けそうな気持ちなの。すごく痛い。全部すごく痛い。私なんか消えちゃえばいいのに。ダメダメダメ、やめてくれやめてくれやめてくれ、さよりさより。いやーでもカタロウもなんかもう言えないよ何にもね。さより言うな。本当のことだもん、カタロウ。もう言い返せねえよ、何も言えねえよ。私がここにいなければカタロウも私に同情せずに済んだのに。私のわがままに付き合うこともなかったのに。モニカちゃんが正しかった。私なんか。モニカ？モニカが正しいって何が？サヨリ、俺がさっき言ったことは本気だ。こんなこともうお前にこれ以上続けさせない。どの口で言うてんねんみたいになってますね。カタロウさん、今主にサヨリさん傷つけてるのはお前だからね。ちょっとお前思うことはお前が考えるような重荷なんかじゃない。それは俺が嬉しくなることなんだ。何にも変えられない。だからたとえ一生かかろうともお前が痛みを感じなくなるその日まで俺はずっとそばにいるから。そっか。さよりは目をそらした。俺は彼女を安心させようと肩に手を置いた。これさ、旗から見てる人いたらさ、こいつ何なんだよってなるね。なんかさっきのあの、長い髪の女の子ともなんかこう、急接近してね、なんか、いい感じになった後でさ、これなんか後から来た、ショートカットの女の子も肩に手を置いてるっていう、どういうことだよっていうさ。私、怖いの。カタロウ。すごく怖い。何が怖いんだよ、サヨリ。お前だよ。いや、そうでしょ？そうだよね。そう、思った。ゾンビ先生も思った。カタロウ怖いわ。お前だよって思った。サヨリ。カタロウが、私を好きな気持ち以上に、私がカタロウを好きかもしれないってこと。やっべ。ダブル告白じゃん。サヨリ？そうなんでしょ？私が弱いから。カタロウ好きになりすぎた。やばい、ダブル告白で告白の上に告白が上塗りされてきた。自分のせいなの。カタロウ好きすぎて死んじゃいたいくらいなの。やば、そんな、いやもうどうする、どうする家康みたいな。もうどうするカタロウ、どうすんの。連続で告白されちゃってねえ、別にさよりさんに気に入る詩を今まで全然書いてこなかったけど。それが私の気持ちだから。だからもういい、さより。これ以上お前に苦しんでほしくない。さよりの肩に置いた手を腕に滑らせ、その先にある手をギュッと握った。お前のことは俺が一番理解してるって前に言ったよな。まだその言葉を信じてるか。何も言わずにさよりはただうなずく。自分の気持ちがわからなかったとしても、お前が必要とするものは俺が知ってるから。そしてそれを今からお前にあげるよ。おっと、ちょっと待って。で、どうしようこれ。え、どうしよう。好きだと。お前はずっと俺の大切な親友だなんだけど、そうじゃないだろう。いやー、ちょ待て。でも、ゆりさんにも好きだって言われたんだから、いや、でもちょっとさよりをほっとけないだろう。ここで大切な親友だわ、傷つけすぎだろう。
ねえ、でユリさんのことは恋人だみたいな、最悪じゃんそんなの。いやもうここはもうさゆりだよね、まずね、まずさゆりまずってなんだ順番があってもおかしいけど、好きだ、カタロウ好きだ。え、それが俺の本当の気持ちだ。だからお前の好きな気持ちが俺より大きいなんてことはない。もっと早く気づくべきだったんだ。でも部活でみんなと過ごして新しい友達ができて、お前と毎日楽しくやっていくうちに、お前が俺にとって一番大事な人だということに気づいたんだ。だからお前の重荷は全て俺が受け止める。こんな風に毎日過ごしてお前が俺の隣にいる限り俺たちは幸せになれるから。カタロウ、よかったよかった。いやもうまずはさよりだって。ああ、突然さよりに強く抱きしめられる。カタロウさん、本当にこれでいいの？そうだな。俺もさよりの体に腕を回し、彼女をもっと近くへ引き寄せる。もう二度と俺を離さなくていいんだ。大好きだよカタロウ、ずっとカタロウと一緒にいたい。俺もだ。いやもうこれでハッピーエンドでしょ。これでゆりさんはちょっと、あー、どうしようかだけど、うん。俺を抱きしめるさよりの腕から力が抜けるのを感じる。どうしたの？これは何なの？え、どうしたの？どうしたの？さより、今私幸せなはずなのに、これが一番幸せな瞬間になるってずっと思ってたのに、なのになんで今も、なんで雨雲が晴れないの？違う、それはあれだ、それは違うよ、それはね、うつ病だからだと思う。うん、だって病気だから。そうなの、ちょっと頑張ったら治るとかそういうもんじゃないんで。うん、だから多分ずっとそういう気持ちはあるとは思うけど、大丈夫、そこは治っていくから、これから。うん、気にしない方がいいよ。やばい、さより、全然晴れないのカタロ。大丈夫ださより、いろいろよくま、そう、いいこと言う、カタロ、いいこと言う。いろいろ良くなるまで時間がかかるかもしれない。でもどんなに時間がかかろうと、俺はずっとお前と一緒に歩んでいくから、それが今唯一大事なことだ。うん、そうなの、本当そう。日にち薬とはよく言ったものでね、うん、だんだん良くなっていくからな。さより、ゆっくりでいいんだ。私信じるよ。よかった、俺たちはゆっくりとお互いの体を離す。それで明日の文化祭が初デートってことだよな。だから、えへへ、何言ってるの？そういうふうにはあまり考えたくないの。今まで通りのままでいたいよ。私たちが付き合ってても、今はこれ以上受け止められるかわからないや。うん、もうのんびり行こう、のんびり行こう。そう、あのね、怖いんだけど、うつ病って明るい話でもなったりするからね。明るい変化でもなったりするんですよ。だからほら、結婚とかさ、出産とかさ、あるじゃん。だから そういうね、なんか昇進とかもの時もあるらしいよ。転勤とか、A 転でも、いいところにね、転勤っていうことでも、やっぱ環境が変わるとね、うつ病になっちゃったりするらしいから、やっぱもう穏やかに行こう、穏やかにゆっくり行こう。ね。そう、そうなんだ、さより。新しいことばかりね、怖いから。わかった。お前の好きなペースで行こう。いいね、カタロウくん、いいよ、その感じいいよ。ねえカタロウくん。さよりは悲しそうに微笑みながら俺を見る。もしも私がすごくどうしようもなく悲しくなったとしても、これが私にとって一番の選択なんだよね。どういうことですか？いや、わかんないですけど、その、うん、未来はわかんないですけど、未来はわかんないですよ、わかんないですけど、今は一番じゃないの？え？俺はさよりのその言葉の意味がわからない。俺もわからない。さより、お前は今悲しいってことか？よくわからない。自分の気持ちがよくわからないんだ。
告白された時はトゲがいっぱい刺さったような気持ちになったの。え？え？大丈夫？でもだからカタロウを信じたいんだ。ちょっと待って。あんまり健康的じゃないな、それ。なんか、めちゃくちゃ傷つくのが嬉しいみたいな、なんか、大丈夫かな？カタロウが、私のことを一番理解してるから。そうだけど、そうだ。それが俺の約束だ。とは言いつつ、サヨリについてこんなにも不確かに感じたことはない。俺はサヨリが好きで、彼女も同じ気持ちだ。だが俺もサヨリと同じくらい彼女の気持ちをよく理解できていない。彼女を慰めることはできるかもしれないが、もっと何かしてやったり別のことをしてやれるのではと思わざるを得ない。全てが元通りになるまで俺はこの思いにずっと悩まされるのだろう。それがサヨリの言う今まで通りなのだろうか。でも俺は自分の全力を尽くしてみせる。サヨリは俺の一番大切な人だ。そして彼女と幸せな未来を歩むためなら何だってしてやる。はい、ということで、なんだろう、次どうだ。文化祭の日ね。はい、ということでね、今回の動画はこれぐらいにしておきたいと思いますけど、ドキドキ文芸部、ちょっと怖くなってきたな。でもそういう怖さなのか、うつ病だったとか。でもなんかゆりさんはね、すごく健康的な感じになってきてていいけどな。さっきの選択がこれからどうなるかだね。ということでね、最後までご視聴いただいた皆さん、誠にありがとうございました。面白かったという方はね、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー、ちょっと次ぐらい配信でやりたいなーね。もしね、配信でやる場合は、また、もしよかったらね、チャット欄とか、ご一緒にしていただけますと、ありがたく思います。それでは皆さんどうも、お疲れ様でした。失礼します。ありがとうございました。